ハーレツ神ハーレツはイスラエルの新聞である。新聞の名称のハーレツは直訳するとその土地であり世界に流浪していたユダヤ人の間で古国イスラエルのことを指す言葉として使われていた。論調は中道左派で労働党に近いとされる。全体的にはシオニズムに属しているが一部の記事はパレスチナ側に立ったポストシオニストの観点も見られる。 イスラエルの新聞社では大衆紙のイエディオとアッハロノとウハのエルサレムポストと共に英語オンライン版が発行されている。2003年の総選挙前にアリエル・シャロン首相が1999年のリクード党首選の際に二人の息子を窓口に南アフリカの実業家から150万ドル相当の闇献金授受注をスクープしたことでも知られる。パレスチナ問題では ポストシオニストのギデオン・レビ、アミラハス、イツハクラ・オールらがパレスチナ支援の論人を張っている。ハーレツは1918年にパレスチナの英軍の出資のもと新聞紙として発刊された。1919年にはそれをロシアのシオニストたちが引き継ぎ継いだ。使命は当初はハダショット・ハーレツと呼ばれたが、その後短くハーレツと変更された。 その出版部は当時の主要なユダヤ人記者たちを引きつけた。当初はエルサレムで発刊されていたが、3年後の1922年12月31日に拠点をテルアビブに移し、1922年から1937年にかけてモーシェ・グラックソンの指導の下出版は続けられた。テルアビブの英国当局は、 将来の広告に対して前もって広告料を払うことによってこの新聞を経済的に支持した。そして1937年にはドイツのシオニスト音券派でありデパートチェーンを経営していたサルマン貯金がこの新聞を買収した。1939年には息子のグリソム貯金が編集長となり1990年の晩年までその地位に止まった。 新聞の編集指針は、1939年から1990年まで、編集長をしていたグリソム書金によって決定され、書金一家がこの新聞を保有した。編集責任者は、2004年4月、デビット・ランダウが、ハノッチマーマリと言えるエストロンから引き継ぐ形で、就任し、そのランダウも、2008年4月にデブ・ヤフロンに、 交代し、2011年8月からアルフベンが今の責任者である。一方、英語版の編集者は2005年から2007年までアダルプリモルで、その後、シャルロッテ・ヘラが2007年に英語版編集経営部門の責任者になり、2008年2月には印刷部門の管轄も兼ねた。また、株式について言うなら2006年8月に、 ドイツの出版大手デューモン・シャウベルクがハーレツグループのそれの25%を保有した。このドイツの報道機関はケルンに本拠を置き、4つの日刊紙と他12種の紙媒体と複数のラジオ局番を保有している。また、ドイツのイスラエル大使、アビ・ブリモルの指示を受けた。左翼的、リベラルな論人が特徴であるハーレツであるが、 このことが一部の親イスラエルロビー団体や、競合紙であるエルサレムポストなどの右派メディアから批判されている。2001年には、カメラという親イスラエルのメディアウォッチ団体が、ハーレツを、反シオニズム、反イスラエルと批判した。だが、イエディオートアハロノと、アルーツシェバ、イスラエルポスト、イスラエルハヨム、マコールディション、マーリブといった他のイスラエルメディアは、 右翼的な論人を張ることが多く、その中でハーレツはジャーナリズムの革新である権力階級の監視、批判をためらわないことを評価する見方もある。ハーレツはイスラエル国内での高級紙としての地位を保ち、日本でも国立国会図書館やアジア経済研究所の図書館などで定期購読されている。しかしながらイスラエル国内でのハーレツ紙の購読割合は 非常に低く、ビビ新聞などと呼ばれる右翼の大衆誌、イスラエルハヨムや、同じく著名な大衆誌、イエディオとアハロノトなどには遠く及んでいない。一方、イスラエル国内やパレスチナ自治区のパレスチナ人の間では、アラビア語メディアが、イスラエル国内の取材力が弱いことから、イスラエル国内の動向を知るためのメディアとして、一定の支持を受けている。ありがとうございます。